皆様こんにちは、内藤和美でございます。今回はですね、微分とはどういうものなのかということのね、最初のイメージをお伝えしたいと思います。微分積分をね、これからゆっくり、やっていきたいと思います。思えば高校数学などでこの微分積分を習った時もですね、なかなかその意味がわからない。例えて言えばですね、家庭科の授業の時にね、今日はカンナをかける、カンナでこう木を削る練習をしましょうと言われて、一体何が始まるのだろうかとか、何をするのだろうかと思って、ずっとやってみると、どうやらそのカンナでですね、大工仕事を覚えてテーブルを作って、その上でですね、シチューのような料理を作ってですね、そして家庭科の授業ですから、シチューを作るという料理のことをやって、やっぱり自分のテーブル、自分で作ったテーブルの上で食べるシチューは美味しいねみたいな、もうそういう半年間ぐらいにわたる授業の、一環だったということで、やっとカンナで木を削る、その授業のですね、位置づけが分かったみたいな、そういう感じですね。微分ではよくこう、グラフを書いたり、接線の方程式ですね、そのグラフに、接する直線、接線の方程式をとかですね、それから x3 乗を微分すると 3x2 乗になるなんて、その、肩の上のね、 x3 乗の3という数字がこう降りてきて、前に降りてきて、3x2 乗、一つ次数が下がる、 x3 乗だったのが x2 乗になるとかね、そんなようなことをね、しっかり覚えた記憶はですね、熱心に授業を聞いていた真面目な皆さんほどあると思うんですね。やり直し数学とかでね、やろうとしてる皆さんも、僕もね、そういう状況だったらもうすっかり忘れてると思うんですけども、忘れてると思うんですよね。なのでですね、このやっぱり数学の範囲の中ではね、やっぱり奥が深くていろいろ難しいと言われている微積分ですね。微分、積分。微分なんてね、どういう意味かというと、微に、分けるということですから、かすかに分かる、なんていうふうにね、多くの人が茶化したりしておりますけどもね。とにかく細かい微小な部分ですね。微小な、部分に分けるというような意味なんですね。英語ではディファレンシャルとこう言いますけれどもね。そういう微分のですね、意味、そしてひいては積分。積分は面積と、非常に関係があってですね、実際、πr2 乗、この円の面積とかですね、それから楕円の面積、放物線と、直線とかですね、放物線で囲まれた部分の面積とかですね、それから果ては球ですね、球、ボールですね、ボールはここにありませんけども、ボールの体積、それから円錐形ですね、そういうのの体積とかですね、または楕円体といって、楕円でこう囲まれているラグビーのボールのようなね、そういう体積をきちんと求めるのにも、非常にこう応用が効くので、実際問題、その世の中の工学関係ですね、こう地下鉄を作ったり走らせたりですね、飛行機とかですね、いろんなものにもそういう微積分は素晴らしく応用されておりますね。あまり身近にはこうないのでね、なかなかそういうものがどういうふうに使われているのかっていうのはピンとこないので、これ社会に出てからはそう必要じゃないんじゃないかとね、思われる方もいると思うんですけれども、我々の生活の根底といいますかね、生活を支える、こう自動車とか、コンピューターとかですね、それからひいてはさらに農業とかですね、品種改良とかですね、いろんなもののですね、その我々専門的な分野ですから、我々は直接タッチしなければ知らないで済むようなですね、自動車作れなくても乗って運転すれば利用できますもんね。そういう作る部分とかですね、エンジンがどうあるとかですね、燃料のその燃費がどうなるとかね、そういう根底の部分ですごく関わってるんですね、こういう学問というものはね。そんなのをですね、初歩からですね、もちろん受験生とかですね、高校生、中学生、小学生、大学生、もっぺん微分を見直したい、勉強し直したいという人はもちろんですけれども、社会人としてですね、もう一回やり直し数学みたいなね、
勉強したいけども、どういう本を読んだらいいかなかなか大変ですよね。ネットで見たり図書館へ行ったり本屋行って買おうと思っても、どういうのがですね、その微分の処方を教えてくれるか、なかなかこう行動を起こすとなると大変ですもんね。では頑張って、ちょこっとだけね、何せ僕がいい加減な性格の僕ですから頼りになりませんけれどもね、少しだけお付き合いください。それではこちらの方で多少細かく見てまいりたいと思います。微分の意味ですね、微分とはですね、先ほども、私の映像で少し解説申し上げましたように、まあこの特に、受験勉強といいますか、数学のですね、高校生の教科書などで出てくる場合、最初にですね、まあこのような、ことがこれから解説するようなことが軽く述べられているわけですが、まあそれは微分のその大元の意味ですね。しかしやはりですね、まあこの受験テクニックとか入試問題においてはですね、そういう意味を例えば400字で説明しなさいとかですね、そういうふうに問題を出しても、まあ問題数も少なくなりますし、採点も難しいので、やはり、そういうことから導き出されたですね、例えば x3 乗を微分すると 3x2 乗になるととか、 3x をですね、微分するとどういうふうになるとかですね、そういうものをですね、まあ 3x を微分すると cos x になるわけですけれども、そういうものを利用してですね、どんどん応用問題、接線を求めるとかですね、まあ微積分を使って体積を求めるとか、そちらの方にどんどん走ってしまうので、一体微分というのはどういうものだったのか、どういうアイデアから出ているのかということはですね、結構突然尋ねられてもですね、まあ現役と言いますか、そういうのに関わっている人でもですね、僕でもそうですけども、パッと答えられなかったりですね、どういうものだったかを思い出せないようなことがありますので、ここはですね、そういう大元のところとかですね、そういうのをですね、深くちょっと、分かりやすく解説してみたいと思います。さて、ここにありますように、何かですね、こう分かりにくい関数とか調べたい関数、まあ例えば具体的には y イコール x 3乗マイナス 3x とかですね、だから本来はですね、グラフが書ける必要はありませんとありますが、グラフが書ける必要はありません、と言いますのもですね、もしグラフが書けるようであれば、まあ花からですね、例えばこの y イコールじゃなくて x イコール、10のあたりでですね、例えば10のあたりでどのように関数が、こう増加したり減少したり、この速度の増える増減の割合などはですね、もうわかるわけですからね、ここに書いてありますように、だって最初からグラフが描ければもう正体もわかったようなものですからということですから、土台、例えばですね、x 分の 3x とかですね、グラフが花から楽に書けれないようなものに対して、まあ例えば x イコール10の時、 x イコール3の時、どのように、関数は振る舞うか、つまり増えたり急に増えるのか、やんわり増えるのか、減少しているのか、一定の値を取るのかとかね、どのぐらいの大きさになるのか、指数関数とかですね、この2の x 乗とかそういうようなものはもう x が3の時2の3乗8、4の時16で、5乗であれば32というふうにですね、もう爆発的に増えますから、x が1000とかになれば2の1000乗というふうになって、こうどのぐらいね、もう爆発的に増えるかということがなかなか、理解しづらいものですから、でそういうところをですね、結局まあこれは例えば今、x イコール3としましょう、少しずらしましてですね、まあ例えば x イコール3の時にこの関数がどのように、振る舞うか、先ほども言いましたようにね、これはグラフを最初から書ければ話は楽なわけですから、これはまあ例えばの話で、まだこのグラフがどのようになるかは分からない段階だと思ってくださいね。で、ね、ですからまあ点線のようなものですけれども、で、そういう時にこの x イコール3というところで、まあいわば接線
接するということですね。接触すると言いますか、接線ですね。ここの一点でピタッとこう、まあ、傾きが同じになるような、同じになるような、接する直線、接線を、引くようなことをすると、まあその付近ではですね、3なら3の、付近では、こういう直線とほとんど同じと、まあこう非常に似ていると考えることができますね。例えば地球は非常にこうまあ球体で丸いと言われているわけですけれども、我々が生活する分にはですね、例えば地面が丸くて滑りそうになったりですね、外側に倒れそうになったりすることはほとんどありません。まあそれは非常に大きいので、ほとんど我々が立って歩いているこうまあそうですね、何十キロとか言うと多少不都合がありますけども、とりあえず10メートル四方ぐらいはですね、球面ではなくて平面とまっすぐなね、曲がっているこの、バレーボールの表面、サッカーボールの表面のようなものではなくて、そうすると立ちにくいですからね。サーカスのピエロのように、球面の上に立つようなことになりますが、すごくその球面は地球としては大きいので、別にまっすぐな下敷きの延長のようなね、文房具の、下敷きの延長のようなね、そういう平たい面ですね、平面と考えても差し支えないようにですね、この x イコール3という付近では、そういう直線ですね、直線は y イコールなんとか x プラスなんとかで表せますが、そうすると非常に簡単です。まあそういうので、近似ですね、つまり代用と言いますかね、本当は曲線というかなかなかこう、ぐにゃぐにゃのどういう振る舞いをするものかわからないものを、まあ非常にわかりやすい直線で、代用できるのではないかと、そういうようなアイデアがあるわけですね。ただまあ、x イコール3の付近というのは癖物ですね。じゃあ例えば x イコール5は付近に含まれるかということですが、これはやはりスケールと言いますかね、スケールというのはその例えば0から1億まで取るか0から10まで取るかによって当然グラフの、見える範囲と言いますかねも違ってきますが、まあこれは例えばの話ですけどもね、もちろん、0から例えば 0.01 を1億分割するとかそういう細かいことも考えられます。でそういうような時にですね、例えば、まあなんとかの付近といった時に本当にもう何百億分の1の単位で付近ということもありましょうが、そういう、ミクロな観点ですね。まあ今んとこ常識的にですね、例えばまあこう A4 とかですね、B4 の紙を使っておりますので、まあ結局それをですね、まあ20分割ぐらいした、まあ1センチでしょうかね。ですからまあ例えば3の付近といったら、まあプラスマイナス、1センチ、別に単位はセンチかどうかは分かりませんけれども、そのぐらいのあたりで2から3ぐらいまで、もしくは 2.5 から3.5 ぐらいまでですね、2から今3って言いましたかね、2から4までか、もしくは 2.5 から3.5 ぐらいまで、これは例えばの話ですからね、まあそのぐらいを付近と呼ぶことにしましょう。10ぐらいになるとこのぐらいになるので、またかなり状況は異なると思うので、ですからとりあえず今んとこまあ頭の中で考える際のね、例えばのイメージとしては、まあ3を中心にして幅が1ぐらいのですね、だから 0.5 ですから 2.5 から3.5 までですねぐらいを付近にしましょう。で4になったらばまた4のところでこういう接線をですね、考えればいいわけですね。つまり4でここら辺が4とすると、ここの時にまたこういうような接線ね、で1の時だったらまたこういう接線、それから例えばマイナス1の時だったらそのね、ここがマイナス1という時にそういう接線を考えればいいので、これはあくまで3の時のそういう近似直線といいますかね。まあ、とにかくこのようにですね、
ちょっと下の方にね、参りたいと思います。はい、こうですね。工学や物理、数学の計算においていろいろな関数、まあ二次関数、三次関数、例えばですよ、無理関数、これはルートが出てくるやつですね。例えば y イコールルート x プラス1とかね。指数関数、これは、2の x 乗とかですね、3の、マイナス 2x 乗というように、肩のね、右肩の上に、まあ、変数が乗ったりするものですね。から三角関数、3x、cosx ですね。などが出てきたときに、ある特定の x の値、これは例えば今で言えば3ですよね。3とかもっと、まあ、1億とかね。そういう何か調べたいところ、いや、その付近ね、今言いました。例えば、x は10から13、または x は 2.5 より大きく、3.5 より小さい、もうちょっと短い範囲などにおいて、その関数がどのように増加したり減少したり、変化をするかを、まあ、どのように振る舞うかをですね、たとえその付近だけでも良いので知りたい、調べたいというような場合。これはまあ、例えばですね、まあ僕も別の方面はあまり詳しくないわけですが、例えばその、まあ自動車のエンジンをかけて温まってきてですね、例えば1時間したりあたり、1時間したあたりに、その燃料がどのように、消費されているか。またその時に、例えば50キロ毎時、時速50キロで走っていたような場合、どういうふうにですね、その時間と温度とかで関数として表されるかというようなことを研究して、まあその式ができたりしたときに、その付近でどういうふうに増加減少するかを調べたいようなときに、そういう関数のグラフを書きたい。そういうときにどのように、その付近で増減するか、増加したり減少したりするか、そういうのをこの微分を使って調べることができるということなんですね。知りたい、調べたいというような場合に、その関数を、今言いました、直線で、代理させるですね。代用と言いますか、近似と言いますね。これは似るという字です。つまり、近づいたり、似たりするということですね。似たりすると言っても、お芋さんを似るわけではありませんね。似せるというかね、近似させると分かりやすい。ですから今言いましたように、そういう複雑な関数をですね、まずは直線で代理、近似させる。こういう、そういう時の直線を求める手段が微分だと思えばいいというわけですね。つまり微分とはですね、関数の直線での近似と、関数の直線での近似、こういうふうに思えばいいわけですね。ですから、先ほどもちょっと見ましたように、こういう正体不明の関数。ですから、まだ本当はグラフも書けないわけで、式ぐらいしかね、正体をわからないときに、こういう、例えば x イコール3とかの付近で、その関数の、まあ平たく言えば、接線を求める。その接線、直線で代理する。その、直線、この具体的な求め方は次回以降、これも非常に噛み砕いて説明していきたいと思いますが、そういうようなものが微分のアイデアなんですね。でもこれはまあ、画期的なやはりアイデアですね。アイデアであってですね、なかなか、トンチではありませんので、考えててもね、頭をひねっても出てこないかもしれません。まあでも数学もトンチみたいなところはたくさんありますからね、突然変異的に、こうパッとひらめくということは必要なので、まあ言われてみれば非常にわかりやすいアイデアなんですが、まあ極限とかですね、極限値とかそういうものを使って、するわけですね。まあ別の言い方をすればですね、というかどんどん早口で喋ってしまいますので、皆さんちょっと落ち着いてね、頭の中でまとめてみてね、くださいね。まあ、とにかくですね、多少違う言い方をすると、
この関数が増加するか減るかと、減少しているのかということはですね、なかなかその言葉で言っても分かりにくい面もありますので、やはり数学というタイトル通りですね、何か数値で、目安が分かればいいわけですね。だから例えばこの図で言えばですね、今ここでしたらですね、ここでしたらまあこのこれは例えばの話で書いたわけですけども、まあ例えば、2行ってちょうど2上がるぐらいですから、これは傾きは、ちょうどここ45度になりますもんね。傾きは、2行って2上がるということは、2分の2ですからね。ですから傾きは1になるわけですね。ところがここら辺で考えるとかなりこれ急な、ね、ここら辺で直線に近似しますとかなり急なカーブになりますから、これだとまあ例えば1行って、4上がるぐらいですから傾きは4になるわけですね。で対してここら辺ではですね、これはまあ例えば x がマイナス1ぐらいの時、ここら辺ではどうかというと、この近似ね、近似直線を変えてみるとこのぐらいなので、これはまあ例えば、3行って1下がる、つまりマイナス3分の1ぐらいの傾きになってるわけですね。ですからここら辺のその増加の具合は、1ですね、1で、ここら辺の増加の具合は4で、ここら辺の、まあ、増加の具合はこの、増加せず減少するわけですから、まあ、マイナスをつけて、マイナス3分の1というような割合で減少していると。でこういうふうにですね、その瞬間の傾きとでもいうようなものがですね、分かれば、そういうふうに、少しこの正体不明の分かりにくい関数を分析することができます。でそういうのがですね、微分のアイディアですね。具体的な手順は次回からしますが、とにかく微分の意味、アイディアとはこういうことですね。もっと具体的に言えば、この傾きをですね、それぞれの関数上の点といいますかね、それぞれの関数のその点での、傾きを調べる、そしてまあその傾きを持つ直線を書けばですね、その点を通るように書けば接線になるわけですから、直線での近似、直線でその関数を近似すると代用するということですね。こういうことが、微分の意味でございましたね。ございましたというかございます。微分とは関数の直線での近似ですね。では、初回といいますかね、第1回目はここまでにしましょう。皆様大丈夫でしょうかね。頭の中混乱しませんでしたか。このように根底の事柄をですね、なるべく分かりやすく解説していきたいと思います。